さあ、はい、どうしましょう後半ね。いやいやいや、大会引きましたからね、生産戦で。だからやっぱりちょっとまだ見れてないものをやっぱり引きたいですよね。ご相談があって連絡させていただいたんですけども、もしもし、もしもしもし、はい、ちょっとご相談がございまして、もう電話いいです。うわ、どうも。いやいや、どういうことですか。凱旋の勝ち方を教えていただきたい。いや、もちろん僕も一緒に。一緒に行くんですか。いやちゃくちゃやな。 I'm the one everybody's waiting for. の出し方はさまざまありますけど、うん、はい、まあ、ゴッドゾレもちろんそうですよね、はい、見せましたと。ありがとうございます。 SGG ありました、ありました。ギリストップうまく活かしました、うまく活かしました。まだまだございますよね。だからループコール、コールループ、そうだ、要はなんでこんな出てくるのみたいな、はい、謎のやつ。もちろん把握できる天井だったり、天井ね、強チャンスみたいな、強チャンス、特殊抽選だったり、特殊抽選把握できてるやつでもいいから、コールループを生かす、うん、謎ストックが何個あるんだっていう状態を作る、うん、まあ、あとは SGGEX EX、 あ、EX ね、もう数は少ないですけど、まだあるっちゃあります。あ、全部激薄でしょ。もうそれこそ年に数回レベルだと。僕あの一応多分24-25万ゲーム売ってるんですよ、はい、全部合わせると。まだ特殊一枚も引いたことないんですよ。あるっちゃあるんですよね。あるっちゃある、あるっちゃあるんですけど、なくなってはない、なくなってはないです。でも今ものすごい勢いで風呂敷が広がってますよ。いや、もう大丈夫ですかこれ。もう前半を超える自信はないですよ。いや、もうちょっとやりすぎちゃったなって、でもやっぱり視聴者の方は期待してると思うんですけど、はい、この3人やったら前半をも超える展開があるのではないかと。欲しいですよ。欲しいです、ね、欲しい、欲しいっていうか作らなダメですよ。やっぱり欲しいです。やっぱこんなテレビ嫌ですもん、僕。嫌ですよ。見てて嫌ですよ。やっぱりちょっとこうなってもこうなるような。いや、それ結構多かったよね、嵐松本。こうなるこうなるんですよ。大体なんかいけるいけるとか言って。でもそれを楽しみに見てるファンの方もいらっしゃるかもしれないですからね、はいはいはい、どうなるかマジで分かんないですからね、こっからは。まあ、一発欲しいですけどね、何かしらは。相手が凱旋なんでね、うん、そうなんですよ。あのもう全員全部飲まれる可能性がある。可能性もありますよ、これ本当に。3000枚4000枚じゃセーフティーリードとは呼べないので。全然です。あるでしょうね。いやー、まあでもせっかくあるんだったら目指しましょう。目指しますか。まだ引いていないものを、高みを目指します。高みを目指しましょう。奇跡を起こしましょう。奇跡を。さあ、私はストップがあるかどうかわからない状態です。そうですよね。558全部使ってるとここ抜ける。あー、いない。あー、いや、4分の1ある。どうだろう。あ、いる。ループしてる。何かがループしてます。はい、ループストックしか G ゾーン抜けないので、今ここ前兆状態にいるってことは、ほぼ何かがループしてストックを稼いだことが確定する。あらららららら、大丈夫、大丈夫ですか。来てますよ。大丈夫。もう一回。1かい。1かい、おい。今のは V 来た方だな。思わせぶりか。でもいてくれただけよしとします。
じゃあもうちょい高いの狙ってもらっていいですか。狙えてるんだったら。終了、あと2発かな。おかしくないですよ。1、2、3、 OK。 よし、おい、よしよしよし、これがループしてますか。あと2個。あ、期待してますね今。あら、行きましょう。ここはこれで5連で終わったらストックが消えてることが証明されるそういうことです。まずは鏡を1個でもちょうだい。なし。2つ目狙い、1、5、なし。よし、オーケー、おい、1つ、おい、来た来た来た、うわー、惜しいなー、惜しい、これは惜しかったな今。チーム7、予感はするな。さあ、ブイ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 、予感はするな。よいしょ、これは行ったでしょ。いやー、今滑ってった、今ね。いや、今滑ってったよ。今滑ってきましたね。すげえ滑ってった今。どこまで滑ったかな。地球の裏側まで滑ってったよ。はぁ、よっしゃ、これよっこいしょ。それ失敗するやつだ、失敗するやつだ、それノリ的に失敗するやつ。さあさあ、ここね、3元気、3は元気よ、3は元気、まずは鏡です。そう、うわ、すわ、いやー、もうだってホールも3だから、もう3だけダメよ、3だけはダメよ、これはダメだ。なんでそういうことするのって。さあ、あと1個、順調も落としたいですね。はい、順調もちょっと少ないんでね。これはね、いる強パターン、多分大丈夫。お、むむ、抜けたか。あー、いる、よかった、ループしております。素晴らしい。あ、違うか。え、これはあれだ、リップさんのリストップが当たってるんじゃないか。始まりが私リプ4の G ストップですんで、ここで G ストップが出てくるようだと、リプ3の G ストップがいると。あ、俺もリプ3当たってた。なんということだ、これは絶対に失敗できない。これにてストップがなくなったことは確定。そうだ、はい、絶
違うよ、違う、まだだよ、まだ大丈夫、これはここでも止めようか、よしよし、オーケーオーケー、狙い通り、よいしょ、よいしょ、あー、いやー、ホールドホールドホールド、いやー、並びはいいよ、3ゲーム目1でもいい、 1S なし、 1S なし、 何事、うわー、絶望の絶望のオクシーズに乗れた、足はこの辺で置いとま一足先にやめやめていいならここはやめ、いやいや、これはもったいねえことした、2回連続 G ストップミス、嫌な予感がしますな、最後のやはりホワイトですね、終わりましたね、順調全然足りないですね、250ぐらいですね、さあじゃあ行きます、まだ分からない、まだ分からない、まだ分からない、50%が強いんだ、これは 50% 出ない、撤収、撤収です、ノーチャンスミューンチャイルミューンチャイル、覚えておいてください、覚えておきます、覚えろって、カメラマンさんが今箱取ってくれたんですけど、はい、もう一発に備えてもう一発もくれましたから、あ、もう間違いないです、もう間違いない、期待も込めて、期待も込めて、ただこういうことすると飲まれるっていう可能性ありますから、いや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 、もう本当に返してきてください、迷惑かけた、もう本当にホールさんに迷惑かけないでください、もう出しますね、そんなそんなっけ私、いや、もういるか通常時じゃん本当俺んとこ来えへんのちょっと待ってたな ですか、あるかも、いやないか、あら、あ、いますよこれ、いや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 、いい台だね、あなたは、それはいるな、あれは間違いないですね、それ積もったんじゃねえかなっていうレベルですね、いやだからパパの台選びが抜群でしたね、いや任せてくださいよ、もう素晴らしい、ありがとうございます、本当にさあこれで見た目上のストックが終了です、あ、そうした、はい、ちょっと僕も順調が G ゾーン分含めても少し弱かったかなっていう感じですかね、鏡取り、 ある一応鏡入れるんですからね、ありますね、あらい、厳しいかな、
確かに本当に通常の当たり。あー、いいぞ。おお、ループがいましたね。すげえ。ストックあり。あれ、ミサイル。ああ、いる。木奈良さん目がまたヒットしました。トイサインが出ておりやし。素晴らしい。珍しい液晶リーチ面。武蔵出た。武蔵、はい、武蔵ありがとうございます。当選からのイエローバイ。ダメ、しゃ、しまった。いや、今ないの分かっててやった完全に今だって全国いなかったよねこういうのは本当やめてもらえますか私のせいでストックが出てこないみたいな。イエローバイに強すぎ。やめてもらえますか。力は凄まじいわ。リプさんが今4-1、キナナ三連が3-2、十分な値です。ありそうですよね、それだけ聞くから。これだけ聞くと十分ある。よし、止めちゃったな。ああ、なるほど。ミューンチャイルドやりますか。ムーンチャイルド。ミューンチャイルド、ナビのイメージを強烈に右脳で、右手、右の右脳でイメージしたものを左手の小指に伝える。そういうことです。それはあの黄色の、黄色のフラグ消えるらしい。ミューンです、ミューン。イメージはミューンで、あのナビはそれやると黄色のフラグ消えるらしい。雑音入れないでこれがミューンチャイルドです。すごい、ありがとうございます。後でサインもらっていいですか。騙されやすすぎますよ。日付入れてくださいね。日付でも入れます。紹介つぼ売れる、つぼ売れる、すごい、つぼ売れちゃう、つぼ売れちゃう。素晴らしい。あー、ありがとう。まだでしょ、まだなんでしょ。何回でも使えますから。ビューンってスクイーンがなるんです。スクイーンがまだありますよ。まだあります。まだあります。まだありますよ。ありますあります、あります。惜しかったですね。いや、でも楽しかったです。 それで弾いた時の喜びって結構大きくなるんだ。すごい、そういうことなんです。あと写真もいいですか。もちろんです、もちろんです。あと何だったらあのグッズもあるんで、よかったら買ってください。それだけいらねえ。ハグゲームですからね。ミューンチャイルドいただきました。ありがとうございます。今回は単発だろうな、これは。さすがに多分これはさすがにループだと思います。はい、木奈良三連で。いや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 、カメラマンさん、こらこらこら、いやいやいや、天国じゃないと出ないの。イエローバーディングは天国じゃないと絶対出ないんだから。ダメダメ、ボード見てからやってください。それはだから出ない。そんなに天国じゃないと出ないの。ここはイエローにならないの。まあまあ、よし、ないかな、もう一個。ですよね。549枚。リプさん、ここでリプさん。1個出てきただけ。かつ今のリプさんも外れかな。これで当たれ。
してほしい。欲しいですね。こんだけ叩き込んでる感じなんで。固まりましたね。固まりました。いいところで固められたんで。これは来たでしょう。信じましょう。ああいやでもまだ前兆が続いてるんだとしたらもうほぼほぼ本前兆。あこれか。もう16超えたんで。ああこれですか。いらっしゃいそう。それだ。はい。右上がりから20ゲーム。7。7ね。どさくさまいけど。たまにあるからね。うえ。いやよかった。早いですね。はい。なんとか天狗とものにできました。ということは皆さんお待ちかねのあれですよ。え来ました。来ましたか。これだ天狗ですよ。そうか。はい、さあ来ますよ皆さん。イリュージョンです。さあこれが本物の。イエローバネンだ。イリュージョンです。お会いできない。もともとイエローやったのに。いやいやいや違います。見たでしょうか今ストップが消える瞬間を。イリュージョンです。いや俺はいいけどユニバが怒りますよ。最悪。まあ、まずはルーズソック。獲得枚数は水戸。潜伏あればって話なんですが、もしかしたらモードがまだ天国で整ってる可能性もあるな。います多分。ここで繋げたいですね。いや大丈夫だと思いますよ。あららこれで、これか。あそこに右上がり。これでさらに当たった可能性も増しましたね。なんか全員良さそうですね。そうですね。頑張ってる、本当に回線が答えてますね。ちょっと僕だよ、これ天国ロングまで上がってるのかもしれないですね。はい、あのレアクラスで天国ロング、ありがとうございます。好きですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ただやっぱり3なのか。いや違いますか。さすがなかった。ありがとうございます。結果3でもございません。ありがとうございます。さあ、ありがとうございます。7ありがとうございます。はい、1ありがとうございます。結局に吸ったもんだの1ありがとうございます。いいぞこれ。いやこれロング上がってあとこれ活かせるからですね。私がカグミの石油王の人が筐体に手を置き始めましたけど大丈夫ですか。筐体についに筐体にこうやって打ち始めましたけど。もう満身創痍で満身創痍。あそこに手を置いたら終わりって僕は知ってますから。あけどモードは絶対いいはず。おっ、なんか あら落ちてる可能性もあるな。あれあら軽いて、あらららあらららららら、ここで風とほぼ落ちてる。あー、とりあえずかな。あー、ループ。ループか、まあ天国ロングでまた中段リップで当てたかどっちかですね。8ゲーム経ってるんで、多分。やりましたか。じゃあ、本邦初公開ではありませんが、ほうご期待のイエローバーディからのホワイトディスリー。僕が見たいところ成功率 0% なんだよな。1回もどうやるの。1当たり1回当たり1当たりでも黄色だったことないですか。おお、下がった。あ、これあれじゃない。熱い上にこれは15枚の可能性も高いですからね。よしよしよし、つなげます。ある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 わ。あー、こぎれたけどこれは中南キラだからの。ある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 あ来てます。よいしょ。いや、キナナこれのコントもあったんですけどね、惜しかった。これが大成功ですね。そうですね、大
光景です。そうなるともう設定関係ないですからね。まさに理想形ですよね。ゴッと引いて消化し終わったらゴッと引いて消化し終わったら天国ロング1でも勝てる、1でも勝てるって絶対差もないと思うよ。こういう時に奇跡が起きる。ああ素晴らしいね。何すごい。しかもこれリプ用するってこと多分。ちょっとわあ。なんだろう。まあまあ本編で盛り上がったのが悪いですけど、マーデスのカモの方見てもらっていいですか。ちょっと引いてる状況で、あと1450円の人に話しかけてます。あれはきついな。今しっかり撮られてますもんね。しっかりカメラで抑えられてます。抑えられてます。あれ当たってる、当たってる、当たってる。ええ嘘。1456ゲーム。当たっちゃった、当たっちゃった、終わった、終わった。すげえ腕組んでますよ。嘘だよ。終わった。あれはもうあんなんもう見てられない。あれが天国と地獄ですよ。いやすごいな。もう手加減なしだもんな、ね、やっぱパチスロは。何何さあ拝んだ、拝みました。第1停止フラッシュバックなし、第2停止フラッシュバックなし、第3停止ももちろんフラッシュバックは出ません。そこから離してドン、ケルベロスだ。そりゃそうだ。どっか行った。そりゃそう、どっか行きましたね。どっか行きましたね。あれ恐らくこういうの泣き切ったのだ。僕は僕で当たると思います。うん、これで当たります。いや多分謎当たりですね、これ。謎当たり。あら、そうだった。あら、景気役把握しておりません。パイーンと。539。いや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 、せめて、せめて100ゲームぐらい。まあ、まだ超ケルベロスもあるわけでしょ。まだね、あります、あります。いや、もう止まってますね。60ゲームですかね。いや、もう目も当てられないとはあのことでしょう。イエローバーニー声ちっちゃ、声ちっちゃ。さすがに自信なかったんで、もうこれ、イエローバーニーもいねえだろうな。お伺いを立てる感じのイエローバーニーでしたね。彼はまだ当たり中でしょうか。いや、もう通常に落ちます。すごいですね、一瞬の出来事でしたね。投資4500枚でしょ。この時間でこのハマりつらいな。そうですね。今トントン、踊ってる。あれ紫、あ、紫なら引いた。おっ、あらららら、まあまあがっつり取られてる。出演者の一人になってますよね、もはや。あいつあんなレバーの叩き方してた。優しいやつなんだけど。ちょっと荒くなった、ね、ちょっと荒くなった、ね、ちょっと高いっすね、位置が。振り落とす位置がちょっと高いっす。ノープラ、頑張れ頑張れ。さあ、来た、来た、おやったこれは行こう。これはちょっと応援しに行きますか。これは行きましょう。欲しいな、300ぐらい欲しいですね。さあ、頑張りましょう。僕は全員のパワーを結集して、いや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 、頑張ってください。欲しいな、信じましょう。300ぐらい欲しい、300ぐらい欲しいですよ。大丈夫です、まだ、まだ全然大丈夫、全然全然大丈夫。全然大丈夫。優しすぎるやろ。全然大丈夫。全然大丈夫です。まだ8ですからね。
全然大丈夫です。全然大丈夫です。大丈夫じゃねえ、何しか引いてる。全然大丈夫です。気なしか引いてる。全然大丈夫です。じゃないからね。起こしてんねん、ほんと。いや、こっちでも。何も見えてない、何も見えてない。何も見えてない。涙。涙で。あったー、通ってる。やったー。まだ、回転があるんだ。ドッグ、ドッグあるよ。ドッグ、ドッグ。ドッグあるよ。ドッグ。あー、やばい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 。うまい、うまい、うまい。見えてるよ。見えてる。あー、見えてるよ。見えてる、見えてる。見えてるよ。見えてる。ここ星じゃん。やばい、やばい、やばい。じゃねえよ。足りてねえよ、全然。全然足りてねえよ。いや、平気、平気。まあまあまあ。この150ゲーム間に何かやればいいって。そう。頑張れ。よう揃えた。よかった、よかった。全然大丈夫。全然大丈夫です。全然大丈夫。全然大丈夫じゃねえよ。可愛かった。いやー、よかったっすね。揃った時あいつ可愛かった。本当、あの、子供が喜ぶような。かっこいい出ただけでガッツポーズしましょう。やっぱみんなテレビに出るとおかしくなっちゃうんだよな。人が10万負けてても面白いでいいよみたいな感じだった。おい、あー、目立ってない。あるの、あれ、お尻がダメだと。あ、じゃあ一回ダメだと思わせておいての復活だ。復活。あらららららら。いやいやいや、止まらない、止まらない。これは。大丈夫じゃねえって。疑いを持つために言うと全然大丈夫。もらってたんですね、いっぱい。今日は嵐パイセンやりますよ、これ。年に一度のフェスだ。素晴らしい。いや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 、来ましたね。これ本当にもう一発来る可能性あるな、これ。これは来るんじゃないですか。イエローバニーかな。ホワイトで来るから。ストックが保証されないと。これで2個しか出てこない可能性があります。バグや。うわーすげー。いや、大丈夫。何これ。
じだったからリプレイだと思ったらなんかポンと押したら止まんないと思った瞬間に振り返ってきた。ありがとうございます。まず一周、ほぼ日のうちのものないか
出し方です。あら、でね、まあ、もう十分でございます。18ぐらいまで出ました。行きますね。言えてるだけで、はい、出ますよ。これはさあ、あと60ゲーム。お楽しみの時間や。これ広い。1450ぐらいで当たったらおもろいですけどね。本物のことを言うて。散々言うて。全然大丈夫。言うだって。そのパターンしかもう逃げ道ないですからね。全然大丈夫。だんだんもうわけがない。いや、むしろ当たってみろ。おい、当たってみろ。おうぱお鏡全然大丈夫。そんな全然大丈夫。手震えて声入んないから。また全然もういいよ。どうぞどうぞ。どらしたんや。大変。照れとるな。1470キロで飛び出しました。大変大変なことになります。これも行きました。これも行きました。よかった。全然ビビってるんですか。でしょうね。ビビってるじゃないですか。そりゃそうでしょうね。いけた。まずは権利獲得。安心した。ここやな。ここですね、もうね。始まりましたね。来た。始まりました。3、そのまま行く。そのまま行く。何でしたっけ、イエローシャイニングリーチ。やめといた方がいいと思います。ここでのイエローバーディーのキックですよ。イエローバーディーブルーレスですよ。自ら消してた。しかもテイクってないですよ、どう考えても。ダメですよ、自らボケ取っちゃ。そうですね、天国じゃないから。天国じゃない。これは城で当たり前。ここだわ。次の陣 50% で外すところ。全然大丈夫。ダメだ。その体勢は、まずいですよ。謝罪と懇願の謝罪と懇願の大差。あら、やばい。お行っちゃうかも。一応乗せましょう。炎のヘッドバット。急にシステム発動しましたね。怖いですね。あれ何セット目ですか。これで11。そうですね、これは確かに一応見た目上11で、多分1回抜けてるかもしれないから、あっちあたりから10かも。
いい顔してます。いやいやいや、引っこ抜きましたね。引きましたよ。すごかったっす ね、 まさかですわ。あんな波乱万丈あります？結局奇跡起こしましたよ。起こしましたね。最後の最後ですよ。しかも梶原さんの代が一番挙動良かったにもかかわらず、戦場行きの特殊一枚役引きのですから。いやちょっとあの演出が弱かったんで、はい、ちょっとハテナ波でした。ハテナ波だったんで、はい、マジでびっくりしました、ね。いや綺麗だった、綺麗でしたね。やっぱ赤な赤なゴッドってやっぱ美しいですよね。美しい。であの中段にバチーン止めた時にもうそっちしか思わなかったですね。ああ、もう逆にあの赤なら揃いじゃなくて、はい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 、もう強チャンスのやろこれみたいな、ほーあるじゃないですか。わかります。なんか感覚ある時ありますよね。ほんまに奇跡って起こるんですね。マンですよ、マン。マン出ちゃいましたよ、ついに。出ちゃいましたね。いや、俺もあんな、もう風だったと思うんですけど、それすらも覚えてない。まあリプレイねって言ったらパンパンとしたら、なんか止まんねえなと思ったらパーオンですよ。パーオンですよ。いや、3発目。びっくらこきました。だ2度3理論がやっぱあるんですよ。いや、もうこれはもう嘘じゃない。いや、でもこれだけは最後ちょっと言わせていただきたいんですけど、チャンスボタンが出てるから大の機嫌がいいとか、はい、2度3理論とか立ち回りに組み込んじゃダメですからね。なるほど。死にますから。いや、死んでますから俺何回も。たまにはこういうことあるってことで。梶原さんはもうそうしか見てないかもしれないですけど、はい、もう1年以上やってきてハマったの今日が初めてです。かかったなかかったかかったんですよ。忘れちゃいけない、あとの11ヶ月の地獄。ここから始まる。ここからまた始まるから。もう今年一出してもうたかもしれないですね。いや、もう多分すごかった。顔も満杯オーバーやし、大概の役引いて、はい、唯一 G ストップだけ調子悪かったですね。そうですね、7点は何回もしたんですけどね、結局はダメでしたね。ただ2人の力で、あの S もうありがとうございます。あれも気持ちよかったな。そう言ってもらえたら本当あれですね。もうね、気持ちよかったって言ってもらえたら。これはでもどう、あ、そうだ、忘れてましたけど、放つ筋はそうですよ。今回の依頼の結果なんですけど、はい、どうでしょう。120点です。やった、あ、初めてですよ、これは初めてですよ。俺が ATM 以外のやつは ATM 探偵中の初めての初めての依頼達成ですよ、これ。120でしょ、こんなもんだって。どこがマイナスあるんですか、今日の実戦で。いや、スタッフはなんだかんだって、いや、ハレルヤ見てねえなとか言い出しかねないんで。確かに、ここのスタッフちょっとマジですか。そうなんですよ、カメラの人とかおかしい。いや、あの、正直言いますと、もう本当おかしいです。おかしいですよ、ね、本当おかしい。面白ければ何でもいいと思ってる。そうなんですよ。そうか、ハレルヤか。100点にしときましょうか。じゃあ残り20点を、残り20点は伸びしろということで、またもうハレルヤを引けなかったから、ハレルヤを引いた日を120点としましょうか。いや、でもまあ課題が残ってるぐらいの方が、我々もまた凱旋にチャレンジできる機会がまあありますし。そうですね、はい、スロットも凱旋だけじゃないですし。そうなんですよね。また僕の出城もあれば、はい、いやいや、もう、いや、だからまたちょっと抜きで、ね、あの中を抜いて、もう直で言っていただければ、本当に中抜いて、これでいいんですよ。まあ本当ね、唯一失敗なのはやっぱはしごになってくれたそのトンボさんが、はい、今は帰らぬ人となってるので、冥界の冥界の奥様に。ちょっと今回のオンエアでおそらく僕泣いた人いると思う。本当涙あり、笑いあり。あ、そうですね。いや、僕らはもう本当に手の尽くしようがない時、あの人が手の尽くしようがない時に全然大丈夫って人は言うんだなって思う。全然大丈夫。しかも別にメイクバースとかしてないですよ。タイミングバッチリだったし、全然大丈夫。みんながみんなやっぱり僕らみたいな好結果に終わるんではないんですよ。いや、もちろんそうですし、まあ、そうですよね。そういういい例も見せれたと言いましょうか、はい、後半は後半でありましたね、いろいろと。本当ありましたね。ヒューマンドラマですよね。ヒューマンドラマですよ。やっぱり起こるもんですよ、奇跡は。奇跡起きましたね。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、どういう気持ちで使いなきゃ。
毎週木曜配信、魚拓男性の土のすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。